はい、おはようございます。ですね、今から皆さんにとってすごい得な話です。どんなことですかっていうと、組織が仕事ってうまくいく人とかいかない人とかあります。それから特にこれから仕事をうまくいかしたいと思ったら、一番最初絶対必要なのは組織を作るということなんです。それで、実はマルカンってね、すごく組織を作りやすいようにできてるんです。一番組織が作りやすいっていうのは、今やってる寺子屋なんだけどね。わかりやすい例で話します。福島のライダーってところに、今来てですね、リリちゃんってところがあって、そこから寺子屋やってます。月に1回やってるんですけど、一番最初に来たのが15人、次が25人来てます。次はもっと増えます。寺子屋って次から次と人が増えるもんなんです。でその時に組織っていうのを、組織を作るんだっていうつもりで組織を作っていただくとすごい簡単にできるんです。でどの程度簡単にできるかっていうと、組織を作ることの上手い人っていうのは組織を作ることに全力を挙げるんです。下手な人っていうのは将来につなげようだとか余分なことを考えてる。で例えばの話ですよ。近所にフラダンスの先生がいるって言うと、フラダンスの先生に知りませんけど、フラダンスの名前さんについて話してくださいって言うと、フラダンス、あ、そうなのってやってくれるんです。でみんなで話聞いてるだけなんです。あ、フラダンスってそれ楽しいのかって言うけど、フラダンスの先生って100人200人のお弟子さんっているんです。そうすると100人200人のお弟子さんの中に、やめちゃう人ってのは楽しいけど腰が痛いか膝が痛いかで踊れないだけなの。そうすると、その先生が来てくれると、人に捕まえたようだけど、本当は100人捕まえたのと同じな。で、今度、あそこの校長先生にお願いします、教育について話してくださいって言うと、高校の校長先生の言葉を話してくれたりするんだね。平野警察署の署長にお願いしますとかって言うと、防犯についての話とかしてくれたりするんだよね。そうすると、ものの何人か捕まえ、やってもらうと、何百人っていう組織できちゃったよね。で、100人、お弟子さんがいる人が10人来てもらうと、4人ずつだとすると、2回喋ってもらえるのも、要するに、4人ずつの講演会で、100人ずつお弟子さんのいる人に喋ってもらうと、800人だってことになっちゃうね、次回で。自分のところに来る人ね、いわき霊山店の講習やった人の会みたいなの作って、会みたいにして仲良くしてると、組織って楽しければどんどん進んでっちゃう。それで頭の人何人か捕まえて1000人いると、物なんか売ろうとしなくても売れる。だってその中に、今から本当に例えば、アトピーで苦しんでる人が塗ったらね、次の人が次の日に良くなっちゃうようなものが出てくるとすると、一つの学校にどのぐらいの人が苦しんでる人がいるんですか？それから、この日の先生の中に、お弟子さんの中に、何人体の悪い人がいるんですかって、膝が痛い人がいるんですかって、すごい数いるんです。だから、組織というのは、組織が大きくなっちゃうと、その中に勝手に客がいるんです。客だけ捕まえようとするからできないんで、よく川から砂金作るときに、砂金だけ作ろうと思ったら絶対できないんだよ。ガバッと作って、くる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 回してると、その中に金があるんで、泥は絶対取りたくなくて、金だけ取りたいとかって言ってるから取れないの。
って組織を作るのがものすごく簡単なんで、組織とかっていうとものすごく大変なことなんだよ。だからリンジャーファンクラブとかね、ハイスクラブって全部組織なんです。人が3人以上集まったら組織なんだよね。で、寺小屋みたい、市民活動みたいなものっていうのはいくらでも伸びる。で、仲間の中人が、うちの娘はこれで治ったのよって、アトピーで寝られなかったらこれで治ったのよ、これで治ったのよ。あのね、千人の組織の中で治ったって言って、同じ病気で治ったって言って3人いたらもう全員信じる人で、それがその千人の中で30人いて30人が治ったら大変だよ。千人の人が2000人か3000人いるから、だって自分とその仲間で苦しんでる人がいたらいるんじゃない。で、組織を持ってないからずーっとポスティングなんかして歩かなきゃなんないんだよ。で、組織があれば組織が戻りつける。ちなみに言うと、私はアマチュアっていうのは最初始めたけど、勝手なんて言ったことない。来てた人みんな俺の話聞きに来て、手相見てもらおうが何言ってもらおうが、全員が一人なんて信者みたかった。でもそんなことで治った人を勝手に売ってただけで、みんな売ってくれるんだよ。でも買ってくれなんて一回も言ったことないよ。で、今の人たちってあんだけポスティングがあったら、何なんてお客が作ってんだよ。だからお客だからいなくなっちゃうんだよ。お客っていなくなっちゃうんだもん。え、だけどそういう仲間に入っちゃうと仲間ってなかなか抜けないんだよ。だからみんなすっごい損した仕事してるよって言いたいのね。だからこれから、今からものすごくいいものがいっぱい出てくるの。ピアコもそうだよ。だから自分のところもピアコ会みたいなの作ればいいの。ね、なんとかでピアコ会ってみんなが集まってきて、ね、みんなで飾りをつけたりして喜んでればいいの。だって楽しいだもん、そこに来たら。で、いくらでも来るじゃない。で、講演会やるときに女の子ら講師呼んで、ね、花社長来てくださいって、ね、テレビ社長来てくださいでもいいの。みんな来てくれるよ。で、よそでいい話聞いたって、いい話する人って、いい話したって拍手されたら、どっかで喋りたいんだよ。あそこでいい話したら、来てくださいって、電車で自分でかけて作るんだよ。ね、だからそういう組織ができるんだよ。それから、その組織が自分のところしか売れない、こんだけいいものができるんだよ。で、そのことがわからないと苦労するよ。で、組織自分が作るのは組織の勝負だろうなんて考えてもいないだろうけど、みんなでピアノ吹くとか、月に1回寺子屋をやるとか、それだけの会なんて、その会を持ってるか持ってないかで、ものすごく人生苦しむ。だから全員自分で言わないじゃん。本当にそうなんだよ。その PTA の会社に来て話してもらったっていいの。で、そういう組織をいっぱい作ってると、すぐね、1000人とか2000人の会になっちゃう。だって1000人の会持ってる人っているんだよ。で、その人に話してくださいって言ったら、その会は学会にとってると同じなんだよ。だって会場が来て話してんだもん。大変じゃないよ。偉い人ほど喋るの大事じゃん。ね。で、こういう会ですかって言って、その会を大間なこと言わない。うちは魚を取るのが上手い人は魚取りの話、蕎麦の上手い人は蕎麦作りの話、そういう市民運動なんて手をすると、そういうの好きなの。ね。だから、大きい組織は町だけ呼べって言ってんじゃないんだよ。普通の人も混じり、そういう人も混じって仲間になってくるのがすごくいいことで、すごく組織を作りやすくて簡単にできるものだ。で、簡単にできるものでも作るんだっていう気持ち、ね、つまりで、1000人の利益
しい。それができてれば問題ないよ。だから実はあの子は何年に出てそうに、だけど出そうを見てやってただけなの。もしその時にちゃんとリミちゃん会みたいなのができてたり発表会みたいなのやってたとしたら膨大な今取引だ。だから組織を含め聞かないと流れていっちゃうよっていう話をしたいのね。で、Tちゃんだけの話じゃないですよ。全員がそうなんだよ。組織という言葉を使うと難しいけれど、組織じゃない、集まり、なんとか会っていう会の名前付けるの。で、本当にもうコツっておかしいけど、なんとか会、大切なお客さんなんとか会ですとかって、そこにこうやって名前からこれ15分ですよ。この人たち幹部だからとか、講演した人の名前とか入る。自分のところで講演した人の名前、講師の人に出るって、ずっと名前なんか書いてると、すごくみんな喜ぶんだよ。で、喜ばれながら組織はできるものだ。で、そういう人たちがお店を守ってくれる。だから、組織を作るんだよ。それが安心して、どんな不況が見られた方が安心ようが、絶対潰れることもない。安心した商売をずっとやってきたかったら、自分の会員であり、組織を作る。ね。今不況だよ。これから不況になるかわかんない。もっと景気良くなるかわかんない。でも、一つで言えること、おそらく海峡とは潰れない。おそらく企業と今日も潰れないです。なぜかというと、組織だから。そう考えて一応も潰れない。なぜかというと組織だから。それと同じように組織のないとこはいつ潰れるかわからないよ。だから自分のお客さんをしっかりとした組織にいたとき、同じものだからよそで買っちゃうわ。どこで買っても同じだから。それって組織じゃないでしょって。え？一つの組織になって仲間同士になったらそうじゃないんだよ。同じ二次練習だからって言ったって、総合学会で言ったら世の二次練習を拝まないからね。そこはいけない気がするんだよ。で、なぜかというと人間には、仲間同士になりたいっていう、そういうものがあるんだよ。みんなそうだね。宗教のような話じゃないんだよ。宗教の話してんじゃないんだよ。同業意識って、田舎行きたい山で行ったで、叶う方もある。東京にいると違うから、同じ島でさ、秋田の人ですかと、同じ秋田でだけだと嬉しかったよ、秋田県の人。隣の人は新潟県の人、ああ、新潟ですかって、新潟県同士、なんだよ、なんだよ。人は団体で生きるものだ。で、人間っていうのは人の間って、常に人間を、人間と人間がいないと生きられない。で、組織を欲しがるのは人間なの。それで、縛りが多いから組織に入りたくなる。人間は組織に入りたい生き物なの。猿の時から組織に入りたい。ところが、わけのわかんない規則だとかいろんなことを言い出すから嫌なんだよ。本当に楽しい集まりで、だって強くなって女の人は綺麗になりたいの。ひどい話でつけたいんだよ。いい話だって聞きたいし、自分の話だってしたいんだよ。みんなの望んでることやれば、折り風を受けて走るのと同じなんだよ。で、話し取れちゃったかわかんないけど、組織を作るっていうのは大切なことなの。ね。で、アキンドが作る組織ってむちゃくちゃ言わないの。だいたいアキンドって頭いいんだから。ね。わけのわかんない規則とか作らない。みんなで楽しくやろうっていうものなの。だから、本当にね、あ、俺千人の組織作るんだ。と思っただけでもう反対。そう思った時点から成功じゃない。本当にそうなんだよ。だから、千人の組織私作るんだ。ね。そう思えばいいの。じいちゃんもおばあちゃんもみんな来てくれる。若い人から子供までみんな来てくれる。え、そしたら、それがあなたを守ってくれる。もう一回言います。組織がないのは、一本の。
消えちゃうよ。組織になったら消えない。守ってくれるから。そしたら安心して